ケー。お母さん、お元気ですか？あの連帯食劇の日々から数ヶ月が過ぎました。3年生の先輩方は卒業してそれぞれの道を歩まれています。ママはね、これからもスイーツ一筋で行くんだよ。承知、全身全霊で握らせてもらいます。あ、間違いない。お待ちどう。おっしゃ、そっち行ったぞ。つかさ、任せろリンド。はあ、疲れた。つかさは料理の腕はすげえけど、それ以外はまだまだだな。一緒に旅している間にたっぷり鍛えてやるぜ。お手柔らかに。おお、みんな今日も気合い入れていくよ。曲線おっしゃー。って、私曲線量じゃねえけど。いいのいいの、もう名誉曲線メンバーってことで。みんなのためよ、まずは私がりょうくんの席を奪うの。じゃあ3人で直撃しますか。やれやれ、俺ならいつでも相手するぜ。誰からの直撃も受けるという相馬くんの宣言が東月学園を変えました。誰もが自由に誰かへと挑戦していく世界、それが私たちの世代における東月の姿です。今後も卒業生との直撃を正式に認めます。よろしいですね。はっ。では解散。エリナ様、上に立つ者の風格が出てきましたな。うん、後継者として申し分ない。新総帥となったナキリさんは持ち前のカリスマで学園をビシッと仕切っています。本日の味見役、こちらが資料になります。お目通しを。ありがとう、ヒサコ。そして私、田所めぐみは、どこまでも行け。後に旅に出ていろんな国で修行してきました。それぞれの場所で育まれたふるさとの味、それを自分の皿に生かすために、帰国してからその経験が役に立った出来事もあったんです。書類溜まっちまった。しかしあん時の田所はホスピタリティって感じだったな。十傑の権限でいろんな国に行かせてもらったおかげだよ。そうだ、今度俺と直撃すっか。第一席の座をかけて。そうまくんと直撃。まったく、君はいつも誰かに直撃をふっかけているわね。あ、だって誰とでもやるって言っちまったしよ。それは大いに結構だけれど、会場を調整するこちらの身にもなってちょうだい。いいじゃん、そんなの適当で。よくないわよ。というか本来これは十傑である君の仕事、総帥である私のやることではないの。じゃあこうしようぜ、俺に仕事やってほしかったら直撃で。やりません。いろいろありますが、私たちはみんな学園生活を楽しんでいます。もう、私は総帥としての仕事があるから、あとは勝手におやりなさい。バーイ。大変そうだね、ナキリさん。2年生になってますます忙しそう。そうだな、けど1年坊主だったあの頃よりずっといい顔してんじゃねえか。うん、おっしゃ、今日も職業ぶつかり合うぜ。もう中へ。またぶつかり合おうぜ。ね、ですよ。もう